戦国姫紀行、武田松姫、松姫様のゆかりの地を追ってですね、今日は八王子の信玄院に来ています。ここは信玄の入り口の山門の前なんですけども、まあ、ここにですね、後松姫様が関係してくる仙人同士のお一人の関係の碑がある場所ですね。そして山門なんですけど、今日は八王子城とか松姫様の関係も合わせて見ようとしています。これ山門なんですけど、まあ、当時のそのままというわけにはいかないですけど、かなり、古いもので、数百年前のものじゃないかなっていう、まあ、多少もちろん修復はしてるんでしょうけど、まあ、松姫様もここをですね、訪れてるわけですから、この門をくぐられたのではないかと言われてるもんですよね。かなりいい感じですね。敷地内はですね、まあ、結構広いんですけど、まあ、ゆかりの関係のところだけをちょっとですね歩きたいと思いますね。ここ敷地には何かっていうと、その松姫様がですね、他の貞姫様、皇后様、何人か連れてですね、あと従者も含めて、最終的に武蔵の錦昌庵に入られたんですが、その後にこちらの信玄院に移ってですね、信玄院で、剃髪したと、要するに髪を下ろされたと。その時が22歳。おそらく錦昌院の方はですね、光覚寺の方から、まあ、紹介があって、訪れたと。要するにそちらの和尚様からですね、まあ、かくまってほしいと、極端に言えばですよね。そういう依頼のもとに訪れた場所なんですが、現在は小学校の跡地になってますので、ちょっと後で行ってみたいと思いますけど、ちょっと撮影地としてはですね、あまり不向きなんで、こちらでちょっと合わせてお話をする場合もありますので、ご了承ください。こちらはその剃髪した、信玄院。もちろん松姫様のお墓は錦昌院の方にありますので、こちらではないんですが、2016年の松姫様の400年、まあ、記念祭というか、もうパレードみたいになってましたけど、ちょっと私時間がなくてですね、全部見てないんですけど、街中でですね、結構みこしを担いだような方たちがですね、非常に歩いて、松姫様の像をですね、運んでいた姿がね、ありましたけど、はい、こちらが信玄ですね。ここは今直してますけどね、もちろん昔の木造ということではないんですけど、非常に雰囲気のある、こうちょっと白亜のですね、こう、まあ、尼寺ではないんですけど、ちょっと女性らしいと言ったら変ですけど、松姫さんは間違いなくここにいらっしゃったんで、まあ、この建物は新しいものになりますけどね、この地にいらっしゃったと。しばらくいましたからね、まあ、3月もう西名森の僕からですね、高戸城、かくまわれていたんですけども、まあ、そこから脱出してですね、まあ、落ち延びるようにということで、神父城を経由してですね、この武蔵へ落ちてきたんですけど、まあ、非常にその逃避行についてですね、いろいろ説もあり、私も追ってるんですけど、まあ、ルート説がね、まあ、どのルートを通ったにしても、まあ、こちらに間違いなくたどり着いてるんで、まあ、それはちょっと後で別に話をしたいと思いますね。そしてこちらはご住職さんというか、お住まいになっている方がいますんで、今も非常にね、この雰囲気がね、すごいいいんですよ。なんですけど、あ、今日は空いてますね。前回夕方来たんで全部閉まってたんですけど、ちょっと小雨降る中ですけど、でも3月の上旬から下旬にかけて大変、一番寒い時というか大変な時にですね、甲斐の山を越えてこの地に入ってきたわけですから、まあ、そういう意味ではですね、苦難の逃避行と言えるんですけど、
とそこはまた話を別にさせていただきますんでね。建物も非常に綺麗なんで、この木はお名前があるんでしょうかね、ちょっと分かりませんけど、かなり樹齢があるものですね。囲いがついてるものになりますね。こちらは社殿の一部ですね。静かですね。なんかここにいるとペラペラおしゃべりをするのもなんかちょっと気が引けますけど、神言院と心の源の院と、ここで22歳で剃髪したということで、ちょっとはっきりした記述は分かりませんけど、数日間というかしばらくここにいたようですよね。近くで見ると すごいですね。今日雨なんでなかなか神言院と、中見ていいでしょうかね。入り口はいつも閉まってます。紅葉か何かされるんでしょうか。周りの感じがいいですよね。すごい中もいいんですけど、こことかね、なんか京都みたいです。花筒の窓風のところがすごい好きなんですよね。ここ裏側になります。ここに大きな建物が建っていたようですよね。まあ、昔はもちろん木造ですから、またちょっと雰囲気が違ったんでしょうけど、結構山で、今も周り整備されて、墓地の方もすごい綺麗になってるんですけど、まあ、どんな人生だったのかということですよ。あの錦糸庵の方からですね、ここまでって結構、距離はないんで、歩いても数十分で来れますけど、まあすごいいいですよね。まああの多分あの剃髪したっつっても、あの当時いくら信玄公の娘さんでもですね、22歳の女性ですから、ここまでたどり着くのにもよほどの気構えと、あと自分だけではないという部分もあってですね、それ幼い姫とかはもう子供ですよ、もう一緒だったんで、その子たちへの気遣いとかを考えたら心身ともに相当疲れ果ててたどり着いたんだと思いますけどね。そしてまあ、一応結婚はしてないんですけど、婚約していた織田信忠がですね、本能寺での変の関係で、まあ、二条城で自陣に撃たれてしまうんですけど、まあ要するに結婚していたら未亡人ということですよね。まあ、その剃髪した理由っていうのもちょっとはっきりしませんけど、婚約を解消されてるんで、わずか数年でですね、ですから、婚約した時は確かに、お嫁さんになる予定と、押し入れの予定ということで、武田家と織田家がですね、まあ、まさに、なんですかね、というところだったんでしょうけど、まあ、それもなくなりですね、まあ、婚約解消してるんで、提案する必要も本当はなかったんですけどね。まあ、ただ信忠公の菩提を弔うと、それと、新年号をはじめ、まあ、勝頼公をはじめですね、まあ、兄の西名盛信とか、まあ、近しい方たちが亡くなる中でですね、その菩提を弔うというためにですね、になられたということの方が強いんじゃないでしょうかね。ですから、まあ、あの信忠公と、まあ、ドラマなんかではね、あったりしてますけど、実際に会うことはなかったんだと思いますし、お子さんと言われてる三宝式も、まあ、まずありえないと、どんな戦いでそんな話になってるかちょっと分かりませんけど、三宝式のうちの織田秀信ですね、は立派な
別なお姫様がいますので、まあ、当時としてはですね、この制作の方に、跡継ぎを作らなければいけないということで、それはドラマでもちょっとありましたけども、別な、家臣の鈴ですね、織田家の家系の方のお鈴という方でしたね、確かに鈴姫ですか、のお子さんということですので、まあ、ちょっと松姫のお子さんとはちょっと、無理でしょうね。合ってる、合ったという記述は史実には一つもないですからね、可能性としてはあったかもしれませんけど、まずはありえないです、はい、いくら松姫が行動力を送ってね、長篠の戦いあちらの方まで出向いていったというのは、それはドラマの世界ですからね、はい、松姫様、審議員からでした。